を最後まで見るとチェスボードにまだまだハマれ、まだまだ先がある、ある。はいどうもこんにちは、スタバンドへようこそ、レンです。ギター分析お待たせいたしました、カイトです。こんにちは。もうお待たせしましたでちょっと満足して自分の名前言えなかったいやいや、良いね、食べたね、食べた、はい、いやでも待ってたよ、ギター分析お待たせしました、はい、はい、もう早速、うん、入っちゃう、あ、もう待ちきれない、待ちきれない、じらさないタイプね、じらさないです。じゃあ早速入っていきましょう、はい、はい、ということで今回はオフィシャルヒデダンディズムチェスボードのギター分析動画、早速レッツゴー。チェスボードのギター、うん、聞こえてます？うっすら、うっすら、そう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 、うん、あの基本的にもそのイントロのリフがもう結構長い間なってて、うん、イメージ、そのイメージはリフ多めなんですよね。繰り返し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 、うん、何か意味あるのかなって思って、うん、またそういう系に繋がってく考察系、そうなんですよ、うん、はい、で、安直に、うん、ネットでチェスリフって調べました。いや、単直結構チェフ、チェスリフってね、そんな安直なの、あんま聞いたことないよ、まあ、安直にまあちょっとなんかあるかなと思って調べた、うん、そしたら一人のアーティストの名前がやたら上がってくるんですよ、うん、チャックベリーって聞いたことあります。何の人、なんか聞いたことあるの、チャックベリーって。俺は、うん、好きなバックトゥーザフューチャーって映画があるんですけど、チャック、チャックそれはごめん、ちょっと分かんない、俺分かんない劇中で流れる、うん、ジョニー・ビーグッドっていう曲なんですけど、あー、あれか、主人公こうやってやってる、そう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 、うん、あれが、うん、まあ、チャック・ベリーって人 の、 曲なんですけど、へー、ロックンロールをもうこの世に広めた功績者の一人、あの、俺は第一人者に一番近い、あの人エルヴィス・プレスリーかと思った、まあ、でもチャック・ベリーなんだ、チャック・ベリー、そう、でもその世代です、あ、でもそうか、そこの時代の人、うん、そうそうそう、で、うん、チャック・ベリーといえば、うん、リフ、へー、そうらしいんですよ、で、うん、そのチャック・ベリーが所属してたのが、うん、なんとチェスレコード、へー、チェスレコード、チェスレコード、そこ結びつくの、やってそう、やってそうやってそう、ちょっとやってそうだなと思ったけど、リフに関してはでも、うん、もうそれしか考えられない、へえ、うん、まだ本当に、うん、あのリフが結構印象的だったし、だし、なんかその A メロとか入ってからもアルペジオを弾いてるんだけど、それもずっと同じなんですよ、へえ、もう基本リフで構成されてるギターに関してはね、うん、そういう曲で、もう必要にリフを使うっていうのは、まあ、そういう意図があったのかな、へー、チェスレコードあれもありそうだけど、なんかチェスの5番のさ、市松模様白黒のリフレインで繰り返し、うーん、そうそう、それも それぐらいの浅さなら分かるけど、すごいとこ行ったねでもそれで調べて、安直に調べてチェスレコード出てきた時めっちゃおおってなんだよ、ええー、と思ってたやってそうだもんね、それぐらい、やってそう、うん、で、あとまあそのリフもそうなんだけど、うん、あと最後の、うん、ボーカルとピアノとギターだけのところ、うん、これはコメントに書いてくれた方がいるんですけど、うん、最後のギターが、まあ、伏線についてが、ブライアン感がありますよね、クイーン、そう、クイーンのギタリストがブライアン・メイっていう方なんですけど、うん、はい、もう本当にその人の使ってるような、ディストーションのすごい効いた、すんごい綺麗な音なんですけど、うん、とかを連想させるんじゃないかって、へー、あー、なるほどなと思って、でクイーンってさ、その、うん、あのダンダンのところ、うん、でオマージュされてるって言ったじゃないですか、うん、それに結びついててクイーンの要素を最後にも入ってる、そう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 、流してみます、ちょっと一回流したい、うん、じゃあ4分45秒のギターの伏線率、うん、オブリガードの部分がクイーンっぽい、クイーンっぽい、まあ、今とこ分かんないけど、うん、に注目して一回弾いてみよう、いくよ、ほっ、クイーン好きなビーズっぽい、あ、ちょっとあるえ、でもそうだね、クイーンの音だね、そう、まあ結構意識してるんじゃないかなと思って、いや、ここで
そう、そのブライアン・メイっていう曲、うん、あの名前が上がってきたのが、おお、なるほどなって思って、すごすぎて、コメントいや、そう、おなるほどなって思って、それはすごい、やつが確かになって思って、動画やった方がいいよ、それぐらいすごい、考察の動画だった、そうそう、考察ツイート、考察ツイートやってコラボしてほしい、もうなんかあの、それを読み上げる動画みたいな。なるほどなって思っても、このあの視聴者さんの、うん、あの鋭さにすごいね、しましたっていう、聞けなんか聞けてなかった、俺あの音、いやまあここでも正直さ、うん、ギター最悪いなくてもいいかなって思って、うん、一瞬ここ歌とピアノだけでしっとり終われる場面じゃないですか、整列するよね、するっていうか、ん、すごい綺麗に締まるんだけど、うん、あえてその多分本当に意識してるから、うん、そこにも入れてきたと思う、絶対そうだね、ブライアン感の遊びで、それはかっこいいって思って、うん、それ一個裏行ってる感じするよね、うん、もう一歩先に、そうそうそう、一つ上のステージにいるなっていうのが改めて、まあ、先手先読むからチェスは、なるほど、そうやられて負けた、うう負けたよ、小笹さんにチェス負けてる、いや勝てないや、一生勝てないやクイーンのギターの音、ブライアンの音が分かんない人は、うんうん、ボヘミアン・ラプソディを見ればいい、あとりあえずなんかそう似たような使い方だと、うん、なんかに、ね、あったはずなんだよ、ああもう音とギターの音が似てるところが、うんうん、あじゃあちょっと多分この絵結構近いと思うんでちょっと流してみます、うん、OK じゃあギターに注目ね、うん、ほっなんか使い方、ギターの入れ方が似てるかな、うん、確かに、ギターの後ろに、そうそうそう、その伏線率で、うん、そうそう、音もなんとなくなんか近い、音をそう結構小田さんのボリューム上げたらこういう音に近づくんじゃないかなと思う、うん、うん、かっこいい音、めっちゃかっこいい音だ、かっこいい、いやこれそう、うん、結びつけんのはすげえって思った、本当に結びつけんのがすげえ、あそうそう、コメントか、そうコメントの人、コメントのいや自分のこと言ってなかった、いや違う違う、俺はあの申し訳ないけど読んでるだけです、確かにね、いやすごいねこれコメントですけど、そうそうそう、うん、なるほどなっていう感じです、最近コメントにチェスボードコメントにちょっと助けられっぱなしだけど、そう、まあ、そうなんですよ、この後もコメント読もうかなと思ってて、うん、あもう恒例のねこれから恒例になっていくやつ、ね、そうですね、うん、あの前回その、うん前回、うん、あの俺が動画でコメントで募集したのが、うん、あの曲中に隠れてるチェスの要素を探してコメントしてくださいって書いたんですけど、うんまあ、ちょっとそれのいただいたコメントをちょっといくつか、うんあはい、面白そう、すごいあの、うん、いろいろコメントしてくださったんですけど、チェスのコメント意外と少なくって、ああクレームね、クレーム、いやいや違う違う違う、スタンバンの側からのクレーム、いやいやあのまだ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 引き続き募集してる、煽り煽りか、足りねえぞお前、いやいやいや、あの一つ紹介したくて、うん、あのじゃあコメントそのまま読みますね、はい、でこれはチェスに関すること、うん、私もこの MV 大好きです、はい、いろんな要素が散りばめられてますよね、カイトさんが言ってた部屋の明るさ暗さでチェスボードを表してるのは全然気づきませんでしたが、よく見返したら MV の、2分35秒ぐらいのところから、うん画面が分割されていって明るい部屋と暗い部屋が本当に市松模様みたいになってました、市松模様の、いやまだちょっと見ないと分かんないかも、一回見ます、はいはい、なってんねいやすごいわ、黒白黒白黒白ってなってんだね、部屋の明暗のあれで、そう、うん、ちょっと 見てもらったっちゃう、すげえ、ほらこれ、確かにしっかりと、なるほどね、うん、ああすごいなんかこうさ、うん、画面部屋の中のさ小物とかに注目しがちやけど、そう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 、うん、こう画面全体を使って出されるとなんか意外と気づかへんかったりとか、うんうん、なんかそうそうそう、タイルとかさ、うん、タイルとかその、うん、小物は確かにチェスいっぱいやるなと思ってたけど、うん、いや俺これ盤面っぽいかは思ってたけど、白黒ちゃんと分かれてるのはちょっと気づかなかった、ね、うん気づかなかったね、すげえ、いや細け細かい、すげえわ、発想がすごいよな、うん、なってました、はい、私が気づいたのは子供たちの部屋のドアの近くに大きなトランプがあってそれがクイーンに見えました、違うかな、本当大きな、本当大きなトランプ、あこれか、これだこれ、どれ大きなトランプ、あクイーン、キングと、キングもあるもん、キングは絶対あるね、あクイーンっぽいね、左下クイーン、マジ
へえー、すげえ。マジ？クラブのクイーン。え、クラブのキングと。どこ見てるの？最初。どこ見てる？最初の。だってキングもチェスボード、チェスに出てくる。キングとクイーンは出てくるでしょ。え、俺ここ見てる。俺がこれがしっかりと。え、おキングとクイーン。あ、違う。え、こっちキングだ。キングやな。ガラキングや。こっちクイーン。マジ？え、キングが、え、てかキングがクイーンになってんじゃん。で、これ最初の方。キングがクイーンになってる。うん。これキングのところだ。あ、では違う部屋なのか。いや、子供同じ部屋、同じ部屋。同じ部屋でキングがクイーンになってる。これ子供が遊んでると。同じ部屋だ、うん。え、同じ部屋でキングがクイーンになってる。え、すごっ。マジ？え、じゃあ絶対キングだよ、これ。K K だね、K。うん。いや、あれ絶対クイーンだもん。え、すごっ。もう超クイーンと。めっちゃクイーンじゃん。置き方変わってるし、ね。本当だ。すごっ。マジ？すごっ。いや、これ気づくのはすごい。マジ？スクショしたもんだって。スクショしてズームしてやっと分かった。たまたま違うとこ見てて、前半と後半。トランプだから俺違うのかなって思ってたわ。すごいわ。いやー、あ、すごいですねこれ。いやー、面白い。これ見つけたのすごい。素晴らしい。さすがです、ほんと。さすが。ツイッターやってください。フォローしますんで。で、あと、うん、これチェスとはちょっと関係ないんですけど、うん、さっきレンさんもちょろっと言ってくれたんですけど、うん、この MV が、うん、その歴代の MV 撮ってる監督さんが一緒で、うん、まあ、読むか、うん、こんばんは、今日も楽しい動画ありがとうございます。 MV の中でチェスボードを探せとのことでしたが、チェスのルールを全く知らないので、これも皆様にお任せです。ああ、潔い。ところで、この MV もおなじみのシンポ監督が撮影されている、撮影しているので、ヒゲダンの今までの MV がオマージュされているのではというところがいくつかあるので、私はそっちにします。いや、深そうだ。いや、すごい、うん、あ、ちょっとカンニングしたやつか俺が。そうだね。あ、これその人のすごい、めっちゃ謙虚だ。いや、すごいよね。チェスは任せますって言ってすごいわ。一つ目が、窓の映像から始まりますが、といえばハロー、うん、さっきですが、ああ、風のとこ言ってたやつね、うん、そうそうそう。で、二つ目、カメラワークが、チェスボードでは右から左手前へ、右から左手前から奥へという流れますが、アイラブでは下から上へ流れる。おお、はいはいはい。そうなん。すごい、すごいな。アイラブの。そう、アイラブの、ああ、あれねみたいになれないの、ちょっと俺らまだだなって思う。こんだけ分析してんだけ、まだまだだね。3つ目、雷とお菓子ばらまきはミックス。ああ、ミックスなんですね。ああ、はいはいはい。確かに。確かに。アポトーシスでは、床屋さんが出てきますが、散髪のシーンあります。確かに、これ散髪のシーン、あ、してたもん。してた。面白い。すごいね、今リアルタイムですごい感動してる、ね、いや、すごいよマジで、うん、他にもあると思いますが、今のところ見つけたのはこれだけ、これです。今度はどんなテーマが出るか楽しみにしてます。これなんか返信でなんかプラスしてなかった。お、本当だ。そう、別の方、今までの MV オマージュありです。他には老夫婦がゲートボールしてんのはペンディングマシン、うん、ストリングス登場はイエスタデー、なんかもありますって。すごい、すごすぎてね。どん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 出てくる。いや、ちょっと、うん、まだまだあるよこれ多分ね。今こんなさらってやるとこじゃないと、これ一個動画にできるぐらいのすごさだったから、うん、ちょっと別途でやろっか。そう、もうちょっと、あと求めオマージュ、これなんどうですかっていうのを、はい、コメントで、もう本当に何でも言ってください、本当にコメントで書いてもらって、もう俺らね、MV をポカーンってしてたから。MV コンサートやったの今回初めてだもんね、うん、確かに1個増えた、1個増えた、ちょっと楽しみが増えたんで。はい、チェスボードの考察も本当まだまだあると思うんで、はい、まあ、あとベースかな、やってないの。あ、ドラムやった、歌やった、ギターも今回やった。じゃあベースだ、次。そうだ、ベース好き。はい、ベースについてもちょっといろいろ書いてくれると助かります。いやいや、ベースは自分でやれ。俺がやって全部任せるとこなんだ。そうそうそう、ベース分析は書いてもしっかりやるんで、ぜひ続きをお楽しみに。はい、はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムのチェスボードのギター分析動画でした。このチャンネルではヒゲダンに特化した歌分析や楽器分析、毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは、はい、
引き続き、チェスボードの曲中で見つけた、チェスに関することだったりオマージュ、うん、新しく、うん、あとベースに関すること、はい、ベースは結構です。まあまあ読むし、ね、読むし、なんかこのコメント読み合う感じ楽しい、楽しい、やり取りしてる感じ、うん、あと助かる、助かる、ありがとうございます、ありがとうございます。なのでもうぜひぜひコメント欄たくさん書き込んでいただいて、もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。あ、そう、なんかコメントをさ、うん、面白いのもいっぱいあってさ、うん、でこの前なんだっけ、あの MV 何回見たくなるみたいな、1000回見たくなるみたいなことがあってさ、あ、はいはい、俺トリリオンとか言ったじゃん、うんうん、でトリリオンゲームをちょっといろいろ散りばめたの、うん、あの動画内の、まあ、考察的な伏線としてね、うんうん、散りばめちゃったんですけど、やっぱ気づいてくれた方がいて、レンさんもしやトリリオンゲーム見てるみたいな、いやー、すごいな、散りばめてる、それ散りばめてる、それに向けて言ってるやん、やい今トリリオンって言ったのトリリオンゲームしかないいやそれはいやさすがだなってコメントで、隠れてないよそれは。レンさんもしかしてトリリオンゲーム見てますかって見てるから言ったんでしょ、だって実は見てます、そうや、素晴らしい素晴らしい、本当やられたな、いや難しいね、やっぱ何が難しい一番簡単なやつでも伏線散りばめてああみたいにさせるの、まあでも一人しか気づかなかったからね違う違う違う、あすごいわそれは、いや見てました、実は今後もいろいろ動画に隠していく、いろいろ隠れてねそれメッセージ伝えていくんで、誰に誰に何を伝えてんの自己満お楽しみ